こちら藤田医科大学病院ですけども、先生どうもこんにちは、よろしくお願いします。先生、ここ輸血部なんですけど、はい、ここはどんな部なんでしょうか。はい、ここはあの病院中の血液をですね、もう一括して管理しているところです。藤田医科大学病院輸血部、手術や病気の治療で使われる輸血用の血液製剤をここで管理しています。がんの治療ですね、がんの治療の時は、まあ、患者さんの体の中で血液が作られにくくなりますので、まあ、そういった時にも輸血が必要になります。単純に血液そのものを保管しているのではなく、赤血球や血小など成分ごとに分けた血液製剤となっています。中でも出血を止める役割を持つ血小板の血液製剤はより厳密な管理が必要です。血小板製剤ですね、はい、揺れてるんですね。あ、揺れてます、はい、右左に。もう四六時中、揺らしておく必要があります。血小板というのは他の赤血球とかと違ってより生き物に近い、実は呼吸をしてるんですね、はい、で揺らしてやって、で、まあ、老廃物が出てくるんですけれども、それを揺らして攪拌して外に出すという。この血小板製剤、実は4日しか持ちません。しかし血小板が減ってしまう病気の治療には欠かせないものです。そして輸血用血液製剤の実に8割はがんの治療に使われていて、年間およそ400万人分の血液が必要です。こうした中、大きな課題が血液の確保。東海北陸7県では3月は377人分、4月は404人分、先月は911人分が不足しています。今の技術でも人工的には作れない血液、日本では輸血用の血液はすべて献血で集められていますが、特にコロナ禍で献血をする人が減り、血液不足が深刻化したと三浦医師は振り返ります。なぜコロナ禍で血液の量が不足しがちになったんでしょうか。まあ、献血行くという行為がですね、まあ、やはり減りましたし、一方赤十字の方も献血バスをですね、企業とか、まあ、いろんな大きな職域ですね、職場に持っていくんですけれども、まあ、それができないということで、もう本当ギリギリで血液のやりくりするというのは、まあ、ここ非常にまあ、ストレスとか、まあ、プレッシャーな状況でした。輸血用血液製剤を輸入することは現状では難しいといいます。外国産であっても今何かその変なウイルスが入ってくることはまあないんですけれども、まあ、やはり国民のまあコンセンサスというんですかね、まあ、そういうのがやっぱ必要だと思いますので、まあ、将来的にそういうこともまあ視野に入れる必要はあるとは思うんですけど、まあ、現状ではまあそういった対応はまあ全て賄うという考え方は浸透しないと思います。現在年間500万人ほどが献血を行っていますが、その6割以上は40代以上の中高年層。日本で献血が今よりも盛んだった頃から続けている世代で、中にはいわば献血マニアといえる人も。ポテトをご用意いただいてます。2時から、はい、はい、ありがとうございま す。愛知県在住の角田健二さん、61歳。今日は成分献血をしに来ました。何回目なんですか。今日できれば290回目になります。行けるときに行くっていう感じで来てたら、気がついたらこんな感じになってました。高校3年生で始めてから43年、気が向いたときに行くことを重ね、2月に1度は献血を行い、これまでの回数はなんと289回、300回目前です。この日もいつもの左腕に注射の針が入ります。もう刺すとき一瞬ですけど、でもほとんど痛みはないですよ。角田さんがいつも行う成分献血は、血液中の血小板など一部の成分のみを抽出して赤血球を戻す方法で、採血だけで1時間ほどかかります。角田さんは YouTube を見るなどして過ごしています。
そんな角田さんの職業はタクシードライバー。この道に入って8年目です。献血は高校生の時に学校に献血のバスが来たのがきっかけになります。献血をすると血液検査の結果が届けられるので、健康診断代わりで、やっております。勤務先のツバメタクシーでは角田さんの提言を受けて2020年から全社挙げての献血推進活動をスタート。営業所に献血バスを呼んでドライバーや一般の人が気軽に献血ができるようにしました。採血された血液は別の部屋で細菌などが入っていないかチェックされた上で製薬会社や医療機関へ。冒頭にも出てきた血小板の血液製剤の保存期間はわずか4日、赤血球も1ヶ月弱と血液製剤の多くは長持ちしないため、持続的な献血が医療を支えるのに不可欠です。そして最大の問題は若い世代の献血が少ないことです。30歳未満の方っていうのは 20% 以下のご協力というような形になりますので、血液センターとしてもぜひ若い方に献血のご協力をお願いしたいところでございます。今の中高年層が献血しなくなった後、深刻な血液不足に陥る恐れもあり、若い世代の献血への関心を高めることは日本の医療にとって死活問題です。献血回数が300回に迫るタクシードライバーの角田さん、無事この日の献血を終えました。あと10回で300回ですね。はい、なんとか300回までは行きたいとは思ってます。献血ができる年齢の上限は69歳。61歳の角田さん、このままのペースで行けば300回は通過点になりそうです。何か人の役に立ってるっていうのが一番かなと思いますけれども、自分が健康でないとできませんので、まずは自分の健康管理ですね。